どうも、なおちんです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、真の正門に挑みたいと思います。まあ、全然余裕で勝てるんですけどね、ステータスマックスなので、ダメージはほぼ受けることはありません。今日は主人公の攻撃だけで、戦いたいんですよね。主人公を超攻撃型にしております。強化水月、幻月閃光、で、方向のプレロマ2つに、マスクと、不屈という風になってますね。まあ、とにかく、幻月閃光、これだけで戦ってみたい。まあ、とりあえず、いけるかどうかわかりませんけども、やってみましょう。それでは、創世ハードの正門ですね。真の正門の方ですね。いけるかな？まあまあ、HP ものすごい高いんですけども、まあ主人公のこの攻撃力もかなりのもんだからね。さあどんな感じでしょう。まあとりあえず1ターンは無理よ。1ターンは無理だって、これ準備が必要なので、準備に2ターンぐらい、3ターンかな、必要になります。まあ準備をしっかりとやっていきますね。でナホビホはもういらないから、いや、交流ブリトラに変えたいけども HP が低いから、あ、まあいいか。挑発入れてれば攻撃されることはないでしょう。まあまあされるんだけどね、されるんだけども多分大丈夫だね。 OK、 はい、避けた、完璧だね。でこれで幻月閃光を打つことができる。これ幻月閃光で合ってるのかな多分そんな読み方だと思うんですけどね。でもう一回強化水月入れときましょう。でベルゼもチェンジします。ゼウスだね。ゼウスの、マガツキスキルが必要になりますので入れておきます。でタクヤを押して、で交流とかはチェンジで OK か。 OK で持ってこの花咲屋をブリトラにチェンジ。あ、ブリトラレベル57だ。これ、ね、オリジナルの方入れてきたな。あーでそれだ、完全にミスった、完全にミスったあ、よかったよかったよかった。なんだ、射石を入れるの忘れてたんですよ。危なかった。でもまあ準備は完了しましたね。主人公バフは完璧になりましたし、マサカドはデバフ完璧です。倒せるのかね、どうでしょうか。やっていきます。まさかの HP はマックスで、交流でダメージがどんどん上がっていって、ブリトラで、攻撃回数が増える。一発どんぐらいだろうね。先行のごとし、あ、悪くないぞ。先行のごとし、あ、いいじゃん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 。一発2500くらいを与えるんで、まあ、6回ヒットが出ればすげえ強いよね。まあ、6回じゃないにしてもそれなりのダメージは入る。おまあ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 4割削ったかなっていうところですね。4割で、ここもうゼウスはいらないからルシファーに変えとこうか。ならばクリティカルが出やすくなるんで、さらに火力アップになりますよね。でブリトラとかで攻撃をしていいんだけども、今回は主人公だけで戦いたいっていうのがありますので、ここだね。さっきよりもクリティカルが出やすくなるので
火力は絶対上がってる。いいね。あ、結構出るぞ。先行のごとし。クリティカル結構出る。おう。あとはあれだね、6回攻撃が出てくることを祈るだけ。それなりに出てる。あ、でもこのターンでは倒せないわ。あ、でもまあいいじゃん。うん、1ターンで結構いけた。やられそう。大丈夫か。 OK。 でここで倒せるかどうかだよね。あ、そうだった、そうだった。回避しないとダメなやつでしたわ。ああ、まあ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 大丈夫でしょ。オッケー、完璧で、ここでもう一回ランプとか使えばいいんじゃない。うん、あ、いや、ランプ使っちゃダメか。あ、いや、使っていいわ。で、これで確実に6回出るよね。天元なる先行のごとし。おお、確実に6回ヒットする。先行のこれも倒したっしょ。はい、次で倒せる。天元なる先行のごとし。はい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 、はい、ということで戻ってきました。今日は主人公の攻撃で真の正門と戦ってみましたけども、まあ3回攻撃で沈めれます。3回攻撃、まあ、ただし、このスキルが回避をしないと発動できないので、まあ回避するかしないかちょっと運次第っていうところがあるんですよね。うん、でもまあ3回の攻撃で倒せたっていうのはなかなか良かったんではないでしょうか。できればね、2回攻撃で終わらせたかったんですけども、まあ主人公ではこんな感じでしょうね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。